G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のシュバルツカイザー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争いに何が行くんでしょうか。エームスパーダ前に行きそうです。エームスパーダ先手を取りました。並んで8番ビビーナ、その外にマテンローオリオン、ピンクの帽子ロータスランド、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてエームスパーダ、メイケイエール、ほとんど差がありません。ロータスランド3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエームスパーダ、その外からはロータスランド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はロータスランド、内からメイケイエール、外からウィンマーベル、ロータスランド先頭、外から追い上げてくるママコチャ、あと 200m、 ここで先頭変わってママコチャ、2番手はメイケイエール、ママコチャ先頭だ。先頭はママコチャ、1着でゴール、2着はメイケイエール、ママコチャ、見事このレースを制しました。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のロータスランド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。エームスパーダ前に行きそうです。エームスパーダ先手を取りました。その外にシュバルツカイザー、内からはディビーナ、その外からマテンローオリオン、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として3番エームスパーダ、ディビーナ、ほとんど差がありません。シュバルツカイザー3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエームスパーダ、内からはディビーナ、内からはメイケイエール、さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭はメイケイエール、後続も横いっぱいに広がっている。シュバルツカイザー食らいつく、メイケイエール先頭、残り 200m、 ママコチャ追い上げてきた、ママコチャ抜けた、メイケイエール迫る、メイケイエール、メイケイエール1着、2着はママコチャ、3着にルガル、勝ったのはメイケイエール、このレースを制したのはメイケイエール。さあ G1 高松宮記念の発走です。さあ最後は大外枠のメイケイエール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ウィンマーベル好スタート、ディビーナ、この馬も好スタートを切りました。4番ディビーナ行きました。ディビーナ先手を取りました。並んで2番エームスパーダ、その外からウィンマーベル、その後ろからはマッドクール、ピンクの帽子メイケイエール、その後ろ、ここでエームスパーダ先頭に変わりました。2番手はディビーナ、ウィンマーベル3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はエームスパーダ、ディビーナ続いています。ウィンマーベル、その後ろメイケイエール続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ、先頭はメイケイエール、さあウィンマーベル一気に来た、メイケイエール先頭、外から勢いよくママコチャ先頭、あと 200m、 ママコチャ先頭、メイケイエール抜けた、2番手はママコチャ、メイケイエール1着、2着は微妙です。勝ったのはメイケイエール、このレースを制したのはメイケイエール。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のエームスパーダ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ロータスランド好スタートを切りました。マッドクール、この馬も好スタートを切りました。5番マッドクール行きました。エームスパーダ先手を取りました。内からはディビーナ、すぐ後ろにロータスランド、その後ろからはウィンマーベル、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでロータスランド先頭に変わりました。2番手はマッドクール、ディビーナ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はロータスランド、シュバルツカイザー続いています。内からはディビーナ、さあいよいよ直線の攻防、ロータスランド先頭、外からシュバルツカイザー、後方からメイケイエール、ディビーナいい足だ、ここから勝負をかけます。ロータスランド先頭、残り 200m、 ここで先頭変わってルガル、2番手はメイケイエール、ルガル
ルンガル1着、2着は微妙です。勝ったのはルンガル、このレースを制したのはルンガル。